夜明け前の七尾湾。沖合にあるのは養殖牡蠣の漁場です。今月1日の地震で大きな被害を受けました。プランクトンが豊富なため良質な牡蠣が育つ七尾湾。この漁場で育つ特産品能登牡蠣は肉厚な身と濃厚な味が特徴です。花水町では雪中ジャンボ牡蠣祭りが毎年開かれるなど、冬の味覚として多くの人に親しまれています。しかし今月1日、地震による津波が養殖場を襲いました。壊れた牡蠣棚を回収しているのは山口水産の3代目山口翔太さん。来年再来年分の 100% 分のイカダのおよそ半分ぐらいが壊れてしまった状態でして、竹を組み合わせて作った稚貝を吊るす養殖用の牡蠣棚は半分ほどが破損。その一部は津波で流されてしまいました。それでも押し流された牡蠣棚を懸命に回収し続けたところ、来年以降に向けた稚貝は8割ほどが無事に。地震の2日後から別の場所に稚貝を移し、来期も例年通りの出荷を見込めるということです。今後能登が復興したときに、今度は能登に来て、能登に観光に来て、その場で能登牡蠣を食べてもらえればと思います。